マイケル・ジャクソンで、ガンズン・ローゼズ、レッド・チェッペリン、ニルバーナ、そして、RC サクセション。僕はこの中の一人と会って、会話をすることができたんですね。ご無沙汰しておりますグラフィックデザイナーの山田です。今日はですね、自分にとっての憧れの大スターに会えた時のエピソードを話してみようかなと思います。僕はですね、グラフィックデザイナーを27年間やってきてるんですけども、主な仕事にエンタメ系の仕事があるんですね。なので、アーティストさんや俳優さん、芸能人の方とかにね、会う機会っていうのが結構あるんですけども、皆さんね、もうものすごく魅力的で、本当パワフルで、でも僕本当にこう大尊敬してるんですけども、そういう方々をですね、ちょっと差し置いて、誤解を恐れず言うとですね、やっぱりこう自分にとっての大スターっていうのは子供の頃に夢中になった人たちに集中してるんですね。子供の頃はというと小学校、中学校、高校時代なんですけども、やっぱりこの頃にこう夢中になった人たちというのはもう初恋みたいな存在なので、一生ねこう自分の心に刻まれる存在になると思うんです。で、今の時代はその SNS とかでね、その大スターとかの情報を常にこう知ることもできるし、私生活とかもだからこう結構身近なね存在に感じることができると思うんですけども、僕が子どもの頃というのはインターネットはもちろんなかったですし、で情報を得るにはそのもうテレビを見るしか方法がなかったんですよね。まあ新聞雑誌もありましたけど、結構雑誌買うってこう子供はハードルがちょっと高かったので、で、なので、まあテレビを見るしかなかったと。なのでこうテレビの中の人たちというのはもう雲の上の存在。特に外国人ともなれば、もうおとぎ話の登場人物ぐらいな感覚だったんですよね。僕がですねこの影響を受けたその著名人といいますかは、まあざっと見積もっても50人はいると思うんですけども、アーティストさんとか、ミュージシャン、芸能人といいますか、まあ、俳優さんとか映画監督、そして芸術家とか、まあ、いろんな方々いらっしゃるんですが、ではその中で、ベスト5に挙げるとすれば誰になるのかってこう考えた時に、僕は迷わずこの5組を選ぶことができるんですね。でその5組というのは、マイケル・ジャクソンで、ガンズン・ローゼズ、レッド・チェッペリン、ニルバーナ、そしてRC サクセションで、僕はこの中の一人と会って、会話をすることができたんですね。まずねこの名前を聞いてマジかと思った方々はですね、ちょっとこの先もちょっとラジオのように聞いててほしいんですけども、この方々に興味ない方々はですね、あんまり面白くない動画になると思うので見ない方がいいかもしれません。すいません。すいません、今日ちょっと鼻声で。でこの方々ものすごいメンツなんですね。もうこっから先聞こうと思ってる方々はもうご存知だと思うので説明不要だと思うんです。このすごい方々なんです。もう一部は伝説化しているといいますか。で僕が挙げるベスト5というのも、まあ、この5組になるんですけども、その気づけばですね、まあ、全員やっぱミュージシャンなんですよね。
でやっぱり僕すごく音楽好きですし、でやっぱりそのミュージシャンにこう若い頃は非常に憧れてたので、もうほぼこう初恋のような人たちなんですね、この方々というのは。で、まあちょっと誰に会ったかっていうのをもう今言っちゃうともうこの動画終わっちゃうので、いかに僕がこの方々を好きだったかというのをこう交えながら話していきたいと思うんですけども、なんかこうちょっと共有し合いたいと言いますか。で、これまあ最初にですね、僕が初めて洋楽というものに触れたのが実はマイケル・ジャクソンなんですね。このマイケル・ジャクソン、初めて見たのがですね、小学校3年生の時にマイケル・ジャクソンのスリラーという、ショートフィルムがテレビで流れてきたんですね。まあ、今でいう MV なんですけど、ミュージックビデオなんですけども、マイケルはショートフィルムっていう言い方してたんですけども、で、そのショートフィルムがテレビから流れてきて。で、まあ、世界中が多分驚いたと思うんです。もう、こんな MV 前例がなかったと思うので、で、僕ももうこれ見た時びっくりしちゃって。で、ちょうどね、あと当時そのゾンビ映画とか、ホラー映画も流行ってたんで、僕すごい好きだったんです、ホラー映画、子供ながら。で、昔はね、子供でも、ホラー映画見に行けるっていう、その緩い時代だったので、よくね、見に行ってたりしてたんですけども、なのでこのマイケルのそのスリラーダンスをですね、当時僕すごいダンスもすごい好きだったんですね。なのですぐそのスリラーダンスを覚えて学校で踊ったりしていて、でその頃このマイケル特集がすごいテレビで流れていて、そこでそのビリー・ジーンって曲を知ったんですけども、そのビリー・ジーンって曲はこうスポットライトを一つ当てて、ハットをかぶったそのマイケルが一人で踊るんですけども、そこで初めてムーンウォークを見たんですね。でも本当もびっくりしちゃって、でもすぐですね、僕やっぱ器用だったのですぐその日中にムーンウォークを覚えて、で次の日にはもう学校の廊下でムーンウォークで歩きながら先生おはようございますって言ってたようなことしてたんですけども、それぐらいこうショッキングなこう出来事だったわけです。ただね、とか言いつつまだ小学校3年生とか、なのでね、まだその筋肉マン消しゴムとか、あとキャプテン翼が流行ってたんですけども、僕サッカー少年でもあったので、なのでなんとなくそのマイケルはこうね、こう流れていったんですけども、ただ僕がマイケルのファンになった本当の決定打となったのが、このバットだったわけですね。これは僕がその13歳の時にもうこのバットのショートフィルムがテレビで流れてきて、もうそれを見た時にもう僕はもう身震いがしちゃったんですね。もう鳥肌が立っちゃって、あまりにもかっこいいから、でもう虜になっちゃって、ですぐそのバットの踊りも覚えて、文化祭とかでねなんか踊ってた記憶があるんですけども、である日ですね、その友達の家に遊びに行った時に、そのこのバットの CD を見せてもらえたんです。当時はその CD なんてまだそんなに普及してなくて、で僕はその友達の家で初めて CD というその存在も知ったし、で現物も見たのもそこが初めてだったので、この虹色に輝く盤面を見た時にものすごく驚いちゃって、でうわーみたいな、もう友達多分 4,5 人いたと思うんですけど、みんなでこう目丸くしながらこう見た記憶があるんです。でもう怖くてね、触れなかったんですよね。もうあまりにも綺麗だから、まあもちろん指紋もついちゃうだろうしとか、まあいろいろあって触ることができなかったんです。ただ遠くからこう眺めてた。で僕どうしてもこの CD が欲しくなっちゃって、で家にはね当時レコードプレイヤーはあったんですけど、 CD プレイヤーはもちろんなかったんです。でレコードではマイケルのねアルバムをもちろん持ってて聞いてはいたんですけども、ただねどうしても欲しくなっちゃって、で思わずね買っちゃったんですよね、そのこのバットの CD を聞けないの。
でもうこの CD はもう夜な夜なこうニヤニヤしながら眺めてたっていう存在なんですけども、実はですね、このバットの CD、 僕の人生でものすごく重要な存在なんです。というのはですね、僕が大人になってですね CD ジャケットデザイナーになったんですけども、この時のね、ときめきがこう忘れられなくて、で大人になるに従ってどんどんこう CD ジャケットをデザインしたいっていうこのね、欲望がこうどんどん湧いてきたんですよね。で、26歳の時に、CD ジャケットデザイナーとしてこうデビューできたんです。なのでこのバットの CD というのはもう13歳の頃ではあるけども、僕にとってはもしかしたら一つのターニングポイントだったんじゃないかなって今は思うんですよね。っていうのはですね、この2021年のこの現在、こうサブスクのもう時代なんですけども、今なお僕は CD ジャケットを作り続けてるんですね。なので本当にこのバットの CD っていうのは思い出深い、そしてすごく僕にとって重要な存在だったわけです。で、この頃からこうね、洋楽番組をすごい見るようになったんですよね。で、主にTVK、神奈川テレビですね。僕は世田谷区にずっと住んでるんですけども、結構ね、電波が悪くて、なかなかこう、画像が悪くて見れなかったんですよ。で、こう安いアンテナをこう一生懸命ずらして、やっと見れたっていう感じで、まあそんな思い出もねあるんですけど、でそこで一生懸命見てたら、こういろんなねアーティストを知るようにはなってきたんですけども、そこで、ガンズ・ノーゼスを知ったんですね。でこれ初めて知ったのはウェルカム・トゥ・ザ・ジャングルっていう MV だったわけです。でただね、第一印象はまだちょっとまあ幼いというか、まあ13歳とはいえ子供だったので、ちょっとねこのアクセル・ローズの見た目というか、その頃はね、アクセル・ローズがこう髪の毛をこう逆立ててて、で、結構ね、やらしく歌うっていうのかな。でね、それがちょっとこう、まだね、馴染みがなかったですよね。で、正直、気持ち悪いっていうか、すいません。最初はちょっと気持ち悪いって思った記憶があるんですけども、ただね、その時に、スイート・チャイルド・オブ・マインっていう曲、ペイシェンスかな。まあ、なんかそんなような2曲の MV もこう同時に見たんですけども、そこに出てきたアクセル・ローズがですね、もうストリートヘアをこうもう垂らしていて、でバンダナの上にキャップをかぶってたんですね、ハーレー・ダビッドソンの。でね、その姿がまあめっちゃかっこよくて、その瞬間僕こう虜になっちゃったんですよね。で、そのあたりからかな、この踊りをこうちょっと卒業し始めて、バンドに目覚めてったわけです。で、どうしてもこうギターが弾きたくなっちゃって、で、このね、ガンズのリードギターのスラッシュっていう人がいるんですけども、そのスラッシュに憧れて、で、スラッシュと同じ形の安いギターを買ってですね、当時フェルナンデスから出てるバニーっていう4万円ぐらいのギター、エレキギターを買ってですね。で、ガンズの曲をこう練習し始めた。で、その練習方法はもう、そういうギターマガジンとか、ヤングギターっていう雑誌を買ってですね。で、そこにこうタブ譜が載ってるんです。で、そのタブ譜を見てこう練習するんですけども、僕が初めてこうガンズで練習した曲が、ミスター・ブラウンストーンって曲なんですね。でね、この曲のリフが僕大好きだったので、真っ先にこれを覚えたくて一生懸命こう練習してた、記憶があるんですけども、そこから、いろんなアーティストをこう知るようになって、で特にハードロック系のアーティストをいっぱい聴くようになってきたんですけども、その頃にその多分それもね、同じそういう雑誌、スラッシュが載ってた雑誌にそのジミー・ペイジの若かりし頃の写真が載ってたんですね。で、僕はそのレッド・ツェッペリンは全然知らなかったんです。
ジミー・ページがそのギターマガジン、もしくはなんだっけ、ヤングギターに載っていて、でそのジミー・ページのまたね、姿がめっちゃかっこよかったわけですね。スラッシュとね、同じギターを持ってるんですけども、ジミー・ページもそのギブソンのレスポールというギターなんですけども、それをですね、ものすごい低い位置で持つんです。でも今まで見たことのないぐらい低い位置まで持っていて、ただね、あれ日本人が真似するとちょっとカッコつかないんですけども、ジミー・ページはその手足が長かったので、なんていうのかな、低く下げたギターにも手が余裕で届くみたいな、で全体のこのバランスがめちゃめちゃかっこよかったわけですね。もうこれぞザ・ギタリストみたいな。でまたその見た目から僕入って、でかっこいいと思ってて、レッド・ゼッペリンをこう後追いでこう知るようになって、聴くようになってたんですね。で、レッド・ゼッペリンの曲で、ブラック・ドッグっていう曲があるんですけども、めっちゃかっこいい曲で、これを初めて確か練習した記憶があります。なんかね、なんとなく指使いがちょっとミスター・ブランソンに似てるんですよね。なんとなく。で、なので、なんか練習し始めた記憶があるんですけども。で、こうレッド・ツェッペリンをものすごく聞くようになったと。でそこから数年間、そういうハードロックや、ヘビーメタルなどをいっぱいこう聞くキッズになったんですけども、そこから数年後ですね、僕が、高校2年生17歳の時に、ニルバーナのメルズラクティスピリットが出てきちゃったわけですね。でね、もうこれもう多分世界が驚いたと思うんです。多分僕もそんな記憶があるんですけども、なんだろう、とにかく新しかったんですよね。多分すごく新しかった、こうハードロックでもないし、そのパンクでもない、その両方合わさった感じで、すごくこうヘビーなサウンドなんだけど、キャッチーな曲っていうのかな。で特にね、カート・コバーン、ボーカルのカート・コバーンの声が素晴らしいですよね。もうあのがなり声っていうのかな、あれと。でもなんか切ない声なんですよね。でイケメンでしょ。だからね、僕はね、もうその後こうカートにこう恋してしまったんですね。もう非常に恋してしまって、で世界もそのハードロック時代からそのグランジに乗っ取られてったわけですね、世界が。まあグランジっていうか、そのまあ総称で言うと、まあオルタナティブミュージックっていうのかな、でに乗っ取られてったと。で当時ね、高校時代ね、周りに全然洋楽聴く子がいなくて、で一人だけいたかな、足立くんだっけかな、足立くんじゃなかったらごめんね。まあ一人いて、でね、その友達とそのいっぱいこう洋楽の話で盛り上がって、その情報交換して、でまあニルバーナといえばシアトル、なのでこうシアトル出身のグランジバンドみたいなものをこういっぱい知るようになって、でもいろんなアーティストをこうどんどん聴くようになってったんですね。でそっから多分ね、僕一番長かったと思うんですよね、これオルタナティブロックにハマった時期っていうのが。多分そっからもう7、8年はずっとこうオルタナティブロックっていうものにハマってって、でだんだん音楽の幅がどんどん広くなっていった時代だったと思うんですよね。で、最後にですね、 RC サクセションなんですけども、僕はですね、 RC を知ったのは、RC を知ったっていうわけじゃなかったんですね。やっぱり最初に知ったのは清志郎さんだったんですね。小学校、これもね、マイケルの
スリラーの頃と同じぐらいだと思うんですよね。多分小学校2年生とか3年生の時に、その清志郎さんが坂本龍一さんとザ・ベストテンっていう歌番組に出てたんです。でそこで、いけないルージュマジックっていう曲を歌ってたんですね。でまさにねこれ持ってるんですけど、僕当時これなんです。でね、もう最初見た時びっくりしちゃって、正直2人がねキスするんですよ。だからね、男同士がキスするなんてこう子供だったのでね、ただただびっくりしたというか、まあ、どちらかというと怪訝な顔をしたいと思うんですよ、僕多分。でしかもこのメイクでしょ。だから清志郎さんのこのメイクなんて見たことなかったし、今まで、まあ、これからも見たことないと思うんです。見ることもないかもしれないんですけども、とにかくただただびっくりした。ただね、それから僕割とやっぱそういうのが好きだったのかね、気になっちゃったんですよね、清志郎さんのこと。なんか気になり始めて、で、ある日ですね、ちょっと何歳だったかも全然覚えてないんですけど、当時僕小山台ってとこに住んでて、で小山台にソクラテスっていうビデオレンタル屋さんがあったんですね。でそこのビデオレンタル屋さんで清志郎さんの顔がバーンとこう面出しされたライブ VHS かライブビデオがこう貸し出されてたんです。で、あ、これこの間の人だみたいな感じで、なんかね思わずそれを借りたんですよね。CD とか実は全然聞いたことなかったんだけども、なんかねそれを借りたんです。そしたらねめちゃめちゃかっこよかったんですよね、清志郎さん。もうすっげえ、この顔見てもらうと分かるんですけど、めっちゃ尖ってて、で曲もなんて言ったらいいんだろう、共感持てる曲いっぱいあったわけですよ。その青春歌ったね、トランジスタラジオって曲が当時僕大好きだったんですけど、社会に対する不満をねこう歌った曲もいっぱいあって、でその姿がもうとにかく僕の中でかっこよかったんですね。でそっからその RC サクセションをどん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 掘り下げて聴くようになっていったとっていう、5組なんですが、ではですね、ではこの中の誰と僕がですね会って会話ができたかというとですね、お待たせしました、発表します。だるるスラッシュ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 。わかりますよ。なんとなくわかります。はい。マイケル・ジャクソンとか、アクセル・ローズとか、カート・コマンとかね、その、教授さんとか、その、フロントマンでないので、一瞬そのインパクトを、もしかしたらかけたかもしれない。でも、ここまで見てくれてる人ならもうわかると思います。スラッシュ。もう、すごい方なんですね。もう多分説明不要だと思います。もうスラッシュに僕は会ってですね、会話をすることができたんです。でね、どうしてスラッシュに会えたかというと、僕26歳から28歳までの間に、その、まあ、某大手レコード会社のですね、その、いわゆるインハウスデザイナーとして勤めてたんですね。で、時に、スラッシュ
のですね、あのガンズではないんですけども、そのスラッシュがソロ活動としてやっていたスラッシュズスネークピットっていうあのバンドがあるんです。それの、 あの日本版のプロモーションとかそのあたりのデザインを僕担当してたんですね。あのこれなんですけどもね、担当してたんです。で、このあね、このタスキとかも僕が作ってるんですけども、あと広告とかそういうのいろいろ担当してたんです僕が。で、ある日ですね、僕がこう夜9時とか10時ぐらいにそのオフィスで仕事をしていたら、当時ね、もう終電まで仕事するのがもう当たり前な会社だったんですね。今だとね、もうブラック企業って言われるだけだと思うんですけど、当時はもうそんなの当たり前で、で、僕らももう楽しい仕事してるし、その苦でも何でもなかったんです。で、なので夜9時、10時かな、その仕事をしていたら、僕の当時の先輩の、久保ちゃんっていう人とその山西さんっていう2人がいるんですね。僕すごい大好きな2人なんですけども、その2人がですね、ニヤニヤしながらこうオフィスに帰ってきたんですね。で、僕こう通り過ぎにね、あれどっか行ってたんすかみたいな、僕がポッと話しかけたら、久保ちゃんがですね、おー山田っちーって、スラッシュに会ってきたよ山田っちーって言うんですよね。で、僕ね、ってなったわけですよね。ただね、久保ちゃんがそのパーンとね、なんてポラロイド写真を僕に見せたんです。でね、ただね、そのポラロイド写真にはですね、両脇に、山西さんと久保ちゃんを両脇に抱えたスラッシュが写ってたわけですね。裸のスラッシュといえば裸で、もじゃもじゃ頭にサングラス、そしてハットっていうの、あれをかぶってる、まあスラッシュのそれが代名詞なんですけど、そのスラッシュが映ってたわけですよ。僕ね、なんでみたいな、マジっすかみたいなしたら、おーライブ見に行ってきたよ山田っちっていうわけですよ。僕ね、すっかり忘れてたんです。すっかりその日が、レコード会社勤めてたり してると、あともちろん担当だったりすると、その担当のアーティストとかに会えたりするんですね、関係者として。でね、で、久保ちゃんたちは多分それ、まあ、ちょっと見に行ったんでしょうね、頼んで。で、僕はもうすっかり忘れて、もうせこせこ仕事してたわけですよ、その時間僕は。でね、僕もうびっくりして、で、久保ちゃんに半分怒ったんですね。久保ちゃん何も悪くないのに。なんで僕を誘ってくれなかったんですか。僕がどれだけガンズを愛していたか。したらね、久保ちゃんがですね、ごめんごめん山田っちみたいな、謝ってくれて、でも悪くないのに何も久保ちゃんごめんなさい、もし見ていたで、なのでね、僕すぐその担当のですね、A&R ディレクターに、アーティスト周りを担当している方がいるんですね。その当時女性 の加藤さんっていう、可愛らしい女性だったんですけども、その、ね、すぐ電話して、で、加藤さん、なんで今日ってこと僕に教えてくれなかったんですかみたいなね、かなりこう、オフィス中に響き渡る声でわめいたわけですね。したらね、加藤さんが、あ、ごめんごめん、山田くん、明日もあるから、よろしくお願いします。もう、急にお花畑になっちゃって、どん底から急にお花畑になったわけです。で、次の日、ライブに行けたんですね。その横浜ベイホールだったんですけど、でね、もうそのライブがめちゃめちゃかっこよかったわけですよ。もうそのなんていうのかな、こんなにスラッシュを間近で見れるとも思わなかったし、
でもうスラッシュのそのグビグビしたロックンロールなギターがもう本当にかっこよかったわけですね。で、当時のそのボーカリストのね、なんだっけ名前忘れちゃったんですけど、レニー・クラヴィッツみたいな人だったんですけども、その彼の声もめちゃめちゃかっこよくて、で、もうとにかくこう素晴らしかったショーだったんですね。で、こうライブもこう終盤に差し掛かってくると、だんだん僕はこうそわそわし始めるわけですよね。会えるかな、スラッシュに会えるかなみたいな。で、こうライブが終わった後にすぐね、その加藤さんを探したわけですね。あれ加藤さんいねえみたいな。もうなかなか見つからないんですよね。やっぱりほら加藤さん、そのもうああいう時アーティスト周りものすごく忙しいはずなんです。でこうやっとこう見つけ出して、で加藤さん、加藤さん、スラッシュのところ連れてってくださいってもうすぐこう言ったんですね。で僕相当鼻膨らませてたと思うんですよ、あの時。相当鼻膨らませて、相当こう前のめりでがっついてたと思うんですけども。でね、でも加藤さん優しいですよね。そんな僕のためにね、すぐね、あ、行きましょう行きましょうみたいな、すぐ言ってくれて。で、楽屋まで、案内してくれたんですね。で、その狭いこう通路をね、通っていくんですけども、そこでね、また僕も、そこでまた驚いたわけですよ。なんでかっていうと、その狭い通路に、所狭しと機材ボックスがこう置かれてたんですね。もう人が通るときも、こうなんなきゃ通れないぐらいな。で、もうものすごいこう黒いね、汚い機材ボックスがこう置いてあったんですけども、そしたらね、こう通ってたらね、そこの機材ボックスに白い文字でステンシルでガンズンローゼズって書いてあったんです。で、僕それ見てびっくりしちゃって、あ、ガンズの機材ボックスだみたいな。もうね、もうペタ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 触っちゃって、それをこうペタペタでこう舐めちゃったりして、舐めたのはね、もちろん嘘ですけども、もう気持ちの中ではこう舐めてた、いや、食べてましたね。気持ち的には食べてたと思うんです。もう自分の体の一部にしようと思って、もうそれぐらいもう大興奮でペタペタ触りながら、でこう楽屋に近づいてきた時に、ちょうどスラッシュがバーンと出てきてたんです。私服に着替えた、この姿ですね。で、最初ね、僕一瞬分からなかったですね。周り外人さんが結構ポツポツいましたし、一瞬なんか、スタッフも結構ごつい人たちがいっぱいいたわけですよ。だからね、最初一瞬は分かんなかったんですけど、でも、即座にすぐやっぱ分かったんです、その後。あれ？あ、スラッシュだ！で、したら、加藤さんがですね、スラッシュをこう呼び止めてくれたんですね。もう、もちろん英語ペラペラな方なので、呼び止めてくれて。で、僕を紹介してくれたんですね。もうね、もう夢のような瞬間で。でね、僕はスラッシュになった時に、英語でもう伝えたいことがあったんです。でね、前日一生懸命こう勉強して、英語を覚えてきてたんですよね。僕はね、あなたのギターを子供の頃から聴いてましたと。そしてガンズのね、曲もいっぱいカバーしましたし、あなたのおかげで、人生が豊かになったんですっていうのをね、伝えたかったんです。だけどね、本人前にしたら、もう飛んじゃって、もう、全部飛んじゃうんじゃねえって、ただただヘラヘラした変なやつになったんですね。この顔ですよね。ただただヘラヘラしてる変なやつ。ただね、その一言だけとっさにこう思い出して言えたことが、言葉があるんです。でね、なんて言ったかというと、I want to design your CD jacket って言ったんですね、僕。そしたらね、スラッシュが、一言だけ返してくれたんです。一言じゃなかったと思います。なんか、ポソポソとはなんかいろいろ言って話してたんですね。こう、加藤さん伝いでこうなんか、ポソポソは言ってたんですけども、僕がこう、聞き取れたというか、僕のヒアリングが合ってたらなんですけども、一言だけ僕言われたんです。それをすごいしっかり覚えてるんですけども、もうスラッシュって、こういう身なりですけど、ものすごい優しい声してるんです。
もう包み込むようなね、ちょっとこうしゃがれた低い声なんですけども、すごいなんかね包み込むような優しい声をしていて、でそんな声で一言 Come to LA って言った気がするんですよ。 Come to LA、 LA に来い。あのね、多分あのスラッシュとしてはもちろん優しさというか、スラスの優しさというか、そのなんていうんですか、社交辞令か、だと思うんですけども、僕もそれ聞き取った瞬間、嬉しくて嬉しくて、もう、サンキューサンキュー、サンキューベルマッチみたいな、もうイエスイエスみたいな、もうそんな、もう単純な言葉だけ繰り返して。で、握手してもらって、で、ね、写真撮ってもらって、もう当時映るんですですよ、これ。あの今映るんです、今の時代流行ってると思うんですけど、当時映るんですしかほんとなかったですから、あの映るんですで撮ってもらって、でサインをね、これね、サインももらって、で別れたと。スラッシュのサインはこれですね、この下の方に見えます、ここですね。もうね、本当にこうこの仕事をしていて本当良かったなって、本当にこの時初めて思った瞬間でした。もうね、帰り際もうふわふわしちゃって、あのね、もう地に足がついてないんですよ。もうなんかね、スポンジの上を歩いてるような、もう本当に憧れの人に会えたんで、もうふわふわしながら家まで帰った記憶があるんですけども、なんで僕はもう本当こうこの仕事してきてよかったなって、本当僕神様に感謝しましたね。いや、お父さんとお母さんに感謝しましたね。産んでくれてありがとう。うん、それぐらい本当に嬉しかった、幸せだった瞬間でしたね。でね、ただその他の人たちも実はものすごい近いところまで行ったんです。ものすごく近いところまで行ったんです。っていうのはですね、マイケル・ジャクソンなんですけども、マイケルはですね、2007年に僕がね33歳の頃だったんですけども、日本でいわゆるその、ファンミーティングじゃないですけども、その、プレミアムパーティーを開いたんですね。で、そのパーティーに参加した人は、そのマイケルとツーショット写真が撮れて、そしてサインもいただけるっていうパーティーだったんです。で、限定300人。チケット代がね、40万円。でね、当時僕はもうフリーランスになって、2、3年経ってる頃だったので、その割とあの時こう調子良かったので、こうお金も結構あったのでね、その40万円っていうチケットは全然払える金額だったんです。だけどね、行かなかったですね。もうね、なんで俺あの時行かなかったんだって、本当にもう今となってはもう後悔しかないんですけども、もうなんで俺行かなかったんだ、俺のバカみたいな、もうね、でもね、行かなかったのには実は理由があってですね、一つはですね、マイケルともあろう人がその40万円っていうねチケットで、一般ピープルに会うはずがないって本気で疑ってたんですね。本気で疑ったんですよ。影武者が来んじゃねみたいな。とね、あとね、当時、まだね、なんていうのかな、マイケルってそんなにこうリリースなかったんですよね、確か。で、で、音楽シーンもものすごいこう流行りがどんどん変わってる時代で、で、僕もね、多分、なんか違うアーティストにこう夢中になってたりしてたんですよね。なんで、ちょっとこうマイケルがこう加工気味って言ったらいいのかな。いうかね、ほら、好きなアーティストでも、一時期ね、聴かなくなる時期ってちょっとあるじゃないですか。なのでね、多分そういう時期だったんじゃないのかなって思ってるんですけども、なんかね、ほんと今となってはもう後悔しかないです。もう本当にね、もう夢に出てきますもん、マイケル。ショーゴ、お前なんであの時来なかったってね、本当にこう言われましたよ、何回か。勝手な夢です、いません。本当に言われましたね。もうっていうのはね、もう皆さんご存知の通りで、マイケルは2009年に亡くなられてしまったので、もう僕はね、もう本当に泣きました。もう、なんでだと。本当に後悔、後を絶たず、
でしたね。もう本当になぜあの時行かなかったのか、今でも僕は悔やんで、もう悔やみきれない思いでおります。で、ガンズはね、当時そのアペタイトフォーディストラクションじゃない、ごめんなさい、ユーズユアイリュージョンだ、ユーズユアイリュージョンツアーっていうのに僕ちゃんと行ってるんですね。でね、もちろんアクセル会いたいですけどまあかすりもしないですね。もうアクセルすごい会いたいですよ。だけどそのもうアクセルの場合、こう遠くから見てれば楽しいっていうか、もう彼も異端児だし、あとちょっと怖いしねなんかね、こうこんなね、年取ってお腹出してこう太っちゃったけど、でもね、こうあの頃のスタンスを全然変えてないんですよね、アクセルって。だね、本当にこう本当のロックンローラーだと僕思いますよ、アクセルローズ。本当かっこいいと思います。まあもちろんね、この間のあの埼玉のやつ、久々のあれ、もちろん行ってます。あの VIP で行ってますけども、もうものすごい間近で見て、もう久々にはしゃぎましたけど、ちょっと僕酸欠になっちゃってね、友達に迷惑かけちゃったんですけどね、あの時もう大人なのに酸欠ね、ちょっと子供の頃と同じようなはしゃぎ方しちゃってね、酸欠を起こしちゃったんです僕ね。で、なんだっけ、レッド・ツェッペリン。あのね、レッド・ツェッペリンではないんですが、そのジミー・ペイジも、まあ、すごく惜しかったんです。でね、なんで惜しかったかというと、このジミー・ペイジがですね、当時僕がレコード会社時代に、ブラック・クローズというですね、バンドと、タッグを組んで活動してたんですね。で、まあ、年配になってるジミー・ペイジなんですけども、で、それのまた僕が、この、まあ、タスキも僕、これ僕が作ってるんですけども、その日本版の、プロモーション、これプラスアルファ、広告とか、その辺のを僕が担当してたんですね。で、ある日、その、ジミー・ペイジ&ザ・ブラック・クローズがですね、来日するっていうニュースが入ってきたんです。でね、それ見た瞬間ね、僕、またこう、そわそわし始めて、ジミーペイジ来日、もしかして俺会えるんじゃね、担当してるし、スラッシュにも会えたしね、みたいな、こうドヤ顔になってでね、またそわそわし始めたで、当時のそのデーモね、ディレクターに言ったんですけども、そしたらね、やっぱりね、さすがにジミーペイジは無理なんじゃね、みたいな話をしてたんですね。っていうのは、そのあまりにも大御所なので、関係者でもシャットアウトしたんじゃないかとっていうふうに言ってたんです。ただ可能性としてはゼロではない。だからね、僕すごく期待してたんです、ものすごく。だってジミー・ペイジなんて本当におとぎ話の中の人なんですね。もう本当にもう言ってたら、僕リアルタイムではなかったので、もう過去のかなり人なので、本当におとぎの世界の人なので、すごいことだと思ってたんですけど、したらね、またある日ニュースが入ってきて、ジミー・ペイジ、腰痛でジャパンツアーキャンセル。腰痛って。もうね、要するに腰痛でジャパンツアーが飛んじゃったんですね。来なかったんです。ただね、後から聞いた話だと、そのあたりでね、このブラック・クローズと馬が合わなくなってたっぽいんですよね。なんか噂なんて、これ多分事実だと思うんです。だからね、その頃からこう活動しなくなっちゃったんですよね。なので、ジミー・ペイジのもこう夢に終わったとっていう感じだったんですよね。で、ニルバーナもね、僕ニルバーナのクラブチッタ川崎に行ってるんですね、18歳の時。もうそれだけでいいんじゃないですかね。もうそれでもう出会いでよかったと僕思ってます。だってその距離10メーターなかったですもん、多分。で、その場で、そのね、カート・コバーン、クリス・ノボゼリック、デイブ・グロールと、その、同じね、空気を吸ってた。それだけでもういいんではないでしょうか。はい。もうね、当時僕18歳で、池尻大橋にある日産生命っていうビルがあったんですけど、そこのゴミをこう集めるバイトずっとしてたんですね、当時。ただね、そこに5歳年上のパンク兄ちゃんがいたんです。
おさだくんっていう。で、そのパンク兄ちゃんも入れ墨だらけで本気でこう音楽でやっていこうとしてた人だったんですね。まあ、僕より5歳だから23歳ぐらいかなその時。まあそれでも若いですよね。まあ僕は18歳ぐらいなので。ただその先輩が誘ってくれたんですね。山田さっつってニルバーナ行かねって一緒に行って誘ってくれたんですよ。だからね、その長田くんがいなければ僕はニルバーナ行かなかったと思うんですよ。だから今本当に感謝してるんですけども、僕実はライブハウスってものに行ったことがなかったんですね。まあ当時多分珍しいっていうか、ライブハウスって若者あんま行けなかったと思うんですよ。今みたいにこう簡単にね。まあ今ってコロナの時代のことじゃないですよ。でね、行ったことなかったって、めちゃめちゃライブハウスに行きたくて、で、まあ、ちょうどニルバーナもね、もうめちゃめちゃ注目されてて、で、僕ももうスメーズ・ライティン・スピリットで、かなりハマってきてた時だったので、ああ、もう行きたいです、行きたいです、みたいな。で、チケット取ってよって、逆にでも頼まれちゃったんですよね、なんかしないけど。なんか取ってくれると思ったんだけど、チケット山田取ってよって言われちゃって、で、なんかね、一生懸命調べてね、なんだっけな、チケットピアかちょっと忘れちゃいましたけど、電話でその発売日に、取ろうと思って、そしたらね、割と簡単に取れたんです。思ったよりっていうか、マイケルとかを取る時とは違って、そうです、マイケルもね、その昔のバッドツアーっていうのは行ってるんですけども、で、その意外と簡単に取れて、で当時5000円ぐらいだったかな、ちょっと覚えてないですけど、意外と高い、まあ子供だったんでね、高いと思っちゃったんですけど、奮発したんですよね。5000円ぐらいだったと思うんですよ。で、で、取れて、で、行けたわけですね。でね、僕もう初めて経験したんですよね、その、モッシュってやつを。もう隙間がないっていうのをね、僕初体験して、でね、めちゃめちゃ楽しかったわけです。もうめちゃめちゃ楽しくて、もう暴れまくって、でね、結構ね、外国のライブ映像とか見るとね、観客って割と舞台見てないんですよね。なんか後ろ向いて暴れてるみたいな人たち見て、そんなの真似しながらね、あんまニルバーナ見てないみたいな。でもうとにかく暴れまくってて、でね、ダイブを僕はしたかったわけですね。でもね、ダイブってなかなかできないわけですよ。ぎっちりすぎて。で、でね、僕記憶にあるのは、僕ね、全然他人なんですよ、周りにいるの。他人なんですけど、他人の背中をね、一生懸命こう、登ろうとするんですよね。でね、またそいつも、助けようとするわけですよ。よしよし、登れ登れ的なね。だけどね、割とその警備がね、厳しかったっていうかね、こう、なんていうのかな、レーザービームっていうのかな、ちょっと、わかんないですけど、すっごい眩しい、なんかね、ビームみたいなやつで、照らすんですよ。なんか危ないことしそうなやつを。で、僕が危ないことしそうなやつって多分、思ったんだよね、多分、警備員の人は。でね、そのレーザービームがね、すごい眩しいんですよ、あれ。で、あれをすごい顔に当てられて、で、ただまあ、こっちもね、こう、そうなりながらも、こう、また、こう、下がったりなんかしながら。ただね、もうその残像で逆に見えなくなったりとかするぐらいきつい、なんか。でもね、その時にね、僕ね、クリス側にいたんですよね。でね、クリスがね、なんかね、僕のこと見た気がするんですよ。もうこれ勝手な記憶かもしれない。だけど、クリスがこう、なんかね、こう、上目線から、こうなんかね、僕のことをニヤッと見てた気がするんですよね。でね、それがなんか僕の記憶にちょっとこう残ってるんですけども。で、まあ、とにかく、そのノイズっていうのかな、そのハウリング、そのいわゆるカートのギターの、そのハウリングっていうのかな、ギターの。そういうノイズサウンドをもう初めて聞いて、もうとにかく音もでっかくて、もうとにかく僕、初体験のライブとしてはもうかなり面白かったというか、もう楽しかったライブだったんですね。で、でね、スメーズ・ラッキー・スピリットはね、多分最後だったんですよ。一番最後ら辺にやったと思うんです。で、あまりね、僕もちょっとまだそこまでニルバーナの曲をこう覚えてなかったので、あれなんですけど、ただまあ暴れてたっていう。で、ただね、その帰り際に、出待ちしてる人が14、5人いたんですね。でね、僕がね、で先輩ね、あ、ちょっと
俺ら待ってみませんみたいなことを先輩に言ったら、あの先輩がね、あのいや帰ろうよっつって、あのもうさ体びっちょりだしさって言ってね、あのであはいみたいな、あので僕素直に従っちゃったんですよね。だからね、まあその方々がね、そのあのカート出して会えたか知らないですけども、割とねそのライブハウスでライブするバンド、特に来日してくるガイタレっていうのかなの方々って割とファンサービスしてるくれることが多いんですよ。あの結構そういう確率が高いんです。あの普通に出てきてくれてサインくれたり、一緒にサイン写真撮らせてもらったりできる場合が結構あったりするんですよね。だけどね、だから、まあ、当時のその人たちがどうだったかちょっと分かんないですけど、だからあのもしね、この動画見てる、当時クラブチッター川崎にニルバーナを見に行って出待ちをしていたあなた、もし、この動画を見ていてくれたならば、僕にメールいただけると嬉しいです。その結果を知りたいのでお願いいたします。でね、あだしね、僕もね、そのライブニルバーナのライブから数日後にガンズのね、UGI イリュージョンツアーっていうのも控えてたんです。そういえば、東京ドームだからね、まあそっちにまだね、どちらかというと僕まだガンズの方が上だったんですね。もうだってね、昔からこうファンだったし、でニルバーナもファンになりたてだったので、なんかねこっちも多分もしかしたらその照準が合ってたのかもしれないんですけども、だからその日はこうね待たずに帰ってしまった。だからもし今だったらね、それはもう絶対待ってたと思うんですよ。もう可能性を信じてっていうのはね、もちろんもうあれからこんなにまさか世界的にこうバカでかくなるバンドだとは思ってなかったし、当時は。だからまあね、だからそんなカートも1994年に、亡くなってしまったてるんでね、もう本当にもうあのライブに行けてた、それが僕にとってのその宝と言いますか、貴重な体験だったなというふうに思っている次第でございます。清志郎さんですね、 RC で、 RC 清志郎さんね、本当に僕惜しかったんです。もうめちゃめちゃ近いとこまで行ってたんですね。なんでかというと、当時僕レコード会社時代に村上ポンタ秀一というですね、日本一のドラマーさんのCD ジャケットをずっと担当してたんです。ポンタさんっていうのはもう本当にこう日本の歌謡曲のみならず、いろんな楽曲のですね、後ろを支えてきてくれた、本当名ドラマーで、本当に日本一のドラマーなんですね。で、ごめんなさい、これちょっと一つ挟ませていただくとですね、そのポンタさんがですね、その実は2021年の3月にですね、亡くなられてしまったんですね。本当ご冥福をお祈りいたします。僕はポンタさんとはですね、めちゃめちゃいろんな思い出があるんです。でね、しばらくね、ちょっと会えてなかったので、僕本当に、びっくりしました。本当この間もお墓参りに、行かさせていただきましたけども、本当にポンタさんにはですね、ありがとうございましたと、伝えました。ちょっと、この場ではね、ちょっとポンタさんのことはちょっと遠慮しとこうかなと思います。またね、次回というか、今度ポンタさんについては、語ってみようかなと思っております。で、そんなポンタさんの CD ジャケットを担当してたんですけども、そのポンタさんが新しく、レーベルを立ち上げるっていうんで、そのレーベルロゴを作る話になったんですね、ロゴを。で、社内でそのロゴをこうコンペし合ったわけです。コンペというのはその案を出し合うんですね。で、そこで僕の作ったロゴが採用されたんですね。これなんですけども、このロゴなんです。はい、いいロゴでしょ。これ未だに僕大好きなんですけども、でこのロゴを僕が作って、で
ここのですね、皆さんね、例えばですね、ここちょっと注目してもらいたいんですけど、タスキのここなんて書いてあります？はい、そうなんです。このアルバムに清志郎さんがゲスト参加してるんです。このアルバムに僕の作ったロゴのわずか 2、3センチのとこに井川の清志郎という名前があるんですね。近いでしょ、めっちゃ。でね、参加してたんです。でね、レコード会社に勤めてた時って、そのレコーディングスタジオにちょっと出入りができてたんですね。その例えばレコーディングスタジオで、打ち合わせがあったりとか、あとは、あと自分がね、こう担当してるアーティストさんが来たりすると、来てますよって言われると、ちょっとご挨拶に行ったりとか、割とこう自由に、出入りできてたんです。だからね、その清志郎さんが、そのレコーディングの時に、スタジオに顔出そうって僕企んでたわけですね。すごく会いたかったんで。で、ディレクターに、電話して。で、清志郎さん、僕大ファンなんで、もう、どうにか紹介してもらえませんかみたいな。で、電話したわけです。そしたらね、ディレクターさんがですね、もう清志郎さんレコーディング終わってるよって言うんですよね。で、みたいな。マジっすかみたいなね。一足遅かったんですね。清志郎さんね、レコーディング終わっちゃってたんです。なかなかね、そのレコード会社に勤めてたとはいえ、他社さんのアーティストに会うってなかなか難しいわけですよ、やっぱり。やっぱりこういうどさくさに紛れないとなかなか会えなかったりするんですね。で、なのでね、一足遅く清志郎さんに会えなかったんです。で、しかもその清志郎さんもですね、マイケルと同じ年、2009年にですね、亡くなられちゃってるんですね。だからね、もうね、本当これね、僕だけじゃないと思うんです。僕がね、このベスト5に挙げてるアーティストの、その、3人がですよ、マイケル・ジャクソン、カート・コバーン、そして清志郎さんがですね、リアルタイムで亡くなってしまうって、これ本当に悲しかったですね。なぜだと、レッド・ゼッペリンのね、ジョン・ボーナムさんもいらっしゃいますけども、あくまでリアルタイムではなかったのでね、もう本当にもう昔話の世界だったんで、僕の中では。なので、もう本当にこう、辛いと言いますか、辛い時期でしたね、この時っていうのは。もう本当に。ただね、ただ僕まだ諦めてないんですね。例えば、ジミー・ペイジさんもちろんね、まだ健在ですし。で、ガンズで言えば、もちろんアクセル・ローズ会いたいですよ。ダフ・マッケーガンにも会いたい。スティーブン・アドラーにも会いたい。イジー・ストラドリーにも会いたい。で、ニルバーナであれば、まあ、カートはもう死んでしまってますけども、そのクリス・ノボセリックにも会いたいし、デイブ・グロールにも会いたい。ね、僕ね、クリス・ノボセリックがカートがね死んだ後にこうソロ活動頑張ってたんですけども、すごく応援してたんですね。だけどね、なかなかそこでは花咲かず。で、デイブ・グロールはね、もう皆さんご存知、フー・ファイターズで、大成功してるんですけども、フー・ファイターズのね、初来日公演、僕ももちろんしっかり行ってますけども、めちゃめちゃかっこよかったですよ、あの時のライブ。多分、あの時のライブが一番かっこよかったんじゃないかなと思うぐらい、フー・ファイターズのライブで。ほんと、それぐらい、かっこよかったです。で、清志郎といえば、中井戸玲一、チャボさんですね。この方ですね。チャボさんもですね、まだもちろん健在ですし、僕本当にチャボさんのことも大好きで、CD もほとんど持ってますけども、日本人ですしね、可能性
を僕は信じてですね、どうにかチャボさんのデザインを何かできないかなと思ってまして、どうかですね、もしこの動画をチャボさん見ていてくれたならば、まあ、可能性はゼロですけどもしもそのチャボさんの周りのですね関係者の方々、もしこの動画を見ていてくれたならば、どうかお願いです。僕にですねチャボさんの何かデザインをやらせてください。もちろん CD ジャケットを得意としてますけども、その他のデザイン全般何でも僕できますので、僕の作品、概要欄からですね僕の作品のそのホームページも見れますので、どうかそれ見て判断していただいてですね、どうか僕にチャボさんの何かデザインをやらせてください。すいません、僕はですね自分の夢を叶えたいんです。本当にこうチャボさんに会いたい、それも僕の一つの夢なので、どうかお願いします。僕に、何か、仕事をですねオファーしてください。よろしくお願いいたします。はい、という話でございました。それではですね、最後にですね、僕が愛してやまなかったアーティストたちの素晴らしい CD ジャケットを見ながらお別れしたいと思います。それでは皆さん、さようなら。